はい、どうも皆さんこんばんは。それではパワープロ2022ペナント編やっていきましょう。今回ははい、パワープロオールスターズとの対戦ですね。先発が千賀 VS 虹谷という、まあ両方とも変化球投手だな、間違いないな。よし、虹谷は変化球投手だけど、千賀を変化球投手っていうのはちょっと無理あるような。レイブンド右の虹谷、俺が一番思ってるから言わないで。注目の投球です。よし、キモいな。まずは1回の、お前そのパフォーマンスでまだ2勝しかしてねえのかよ。情けないやつ。あ、初球打った。なんだっけあれ、エンジェルフォールとか言ったっけあれ。余裕があります。虹谷が折り辺持ってるとさ、マジで無敵感あっていいよな。俺は好き。第9投げた、初球から打ってった。あ、ちなみに1週間以上間が空いてるので、結構ね大変だと思います。あれセカンドの山田が、山田じゃない山田だ。ちょっとタイム、あれ山田は山田山田じゃない山田ってなんだよってなまあいっか。さあ次の投球、とりあえずこのチームのいいところはレフト方向じゃねえや、ライト方向を打てばクソみたいなあれでもヒットになるから、こうやって打てばもうヒットだから。あれ日野くん落とさねえの、珍しく。だ、おもんねえなあいつ。やっぱエンジェルフォールで合ってたわ。第2球、キモすぎて笑った。友沢は無理。でも足早ければワンチャンセーフだった説あるんだけど、今のタイミング。右の1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。よいしょ。先頭バッターはガルシア。ガルシア打率やば。何4割って。俺の操作する大谷君並みに打ってるじゃん。オッケー。アホ。俺は千賀使ったらフォークとストレートしか投げねえから。投げました。 OK。 あれなんか前回より、前回の阪神タイガース戦よりは絶望感がないぞ。 OK。 はい、余裕。打てない、守れない、走ることすらできない。なんだあの間抜けなライト、首にしまえ。エンジェルフォールなんか打ち損じるな。入んの？変化量5あってそれ落ちきれねえの？マジか。スプリットなんかな、どっちかっていうとフォークじゃなくて。回転的にスプリットっぽいな。普段さ、まあ、今ね、今日に関しては眼鏡つけてるからはっきりと変化が見れるんだけど、普段さ眼鏡つけねえからさ全然変化読めねえんだよね。からあれだね、エンジェルフォールは打とうと思えば打てるね。ほらスプリットは打てるんだよ、フォークと違って。フォークパームと違って、パームは無理なレベルなのよ。お前エンジェルフォール大好きだな。ストレート投げてこいよ。なぜ鈴木に牽制入れた。俺鈴木で盗塁したことあったっけ、ないよな。てかすげえな、キリルってサードまで守れんだ。あれツーアウトじゃなかったっけ。ボールの変化は見れてもアウトカウントまでは見えない模様。クソ間抜けすぎるんだけど。OK。まあ、山田はどっちの山田でもいいんだけど、サードの守備固めが問題でしょう。今日サードの守備固めなしだよ。投げました。ストライク。追い込んでから。はい。投げました。ま？打ったこれは強烈。入れば先制だ。まあしゃあねえ。S の S だしな。ストライクゾーン入れたつもりなかったんだけどな。思ったほど曲がんなかったか。やべえなフォーク。変化しきる前に打たれるとどうしようもねえ。友沢二塁も狙う。友沢ツーベースヒットを放ちました。バッターは7番アラン。千賀ピンチの場面でどういう投球をしてくるか。投げました。インコース低め。やっぱフォークマッチっぽいな。打った三遊間のボール。村上ボールを掴んだ。
よし、うまいぞデブ。なおもピンチが続きます。バッターは8番蛇島、1球目ストライクからストライク、第3球を蛇さんは打たねえから。やべ、ランナー友沢だと打つのかあいつ。さらに1点追加、2対0。ヘビさんは打たねえからとかナメプしてたら打たれたわ。誰も取らねえ。破ってった。中継。野球マン3号、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。名前が臭すぎる。まずは一塁牽制。でもあのデブ足遅いから。第9。初球空振り。刺そうと思えばいくらでも刺せる気がする。やべ。打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。まあ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 まだ2回だから焦るほどじゃないさ。アウトカウント間違えてなかったら俺らだって1点取った説あるしな。そういうことよ。あでも辰巳だから無理だわ。なんで8番辰巳なんだよ。8番源田でいいだろう。投げました。外れた。てかさ、真面目な話さ、キリルってサードも守れんの？あーなるほど、器用貧乏にどこでも守れんのか。一番困るタップだな。第3球を投げました。打ちました。蛇島ショッペヒット、センター前ヒットになった。辰巳いいバッティングを見せました。第9投げました。オッケー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 。ライト方向はバッチ。なんならあれも弾く。源田ナイスバッティングです。さあチャンスを広げました。第9投げました。オッケー。初球から打ってった。ミート打ち強すぎ。やっぱパワープロってミート打ちのゲームだわ。ホームラン狙うゲームじゃねえから。4点に縮めました。さあノーアウトランナー一塁二塁という場面で中田投げました。打ちました。やべ、注文通りのデッツーって感じ。アウト、ダブルプレイ。スワローズなおもチャンスが続きます。投げた。スライダー、はい、低め。第2球、はい低め。打ちました。もうチャンス B なめんなよハゲ。ぶち殺すぞ。スワローズ点差を3点に縮めました。やばい死ぬ。二塁タッチはセーフ。やばい死ぬ。山田タイムリーツーベースヒット。スワローズ、あかん。バッターボックスは4番村上。最初のバッターボックスは内野ゴロ。意外とチャンスに強い村上さん。第2球投げた。よいしょ。うわ惜しい。バットに当たったら内野ゴロだった。第3球を投げた。見送ってボール。第4球を。はいもろた。お前俺にストレート投げるとかバカだろ。喋ってない時の俺は打つんだよ。マイライフがそれを証明してるじゃないか。第1打席はセンターフライに倒れています。で西谷ってさ地味に打たれ弱いとかなかったっけ。第2球投げた。あでも打たれ弱かったら赤とかあるか。いやー惜しいねー。左中間へ持っていきました。大谷君2打席連続同じところに打ってるね。3回のマリーンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番日野。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。危な。第3球を投げました。てかマジでなんで日野 DH じゃないんだろうな。投げました。変化球。意味わからんくない。2者連続三振。滝本を DH に使うくらいだったら日野を出さずに滝本を DH で、まあ、日野出さなきゃいいと思うんだけど。こいつ怖いんだよ。いや低めにボール投げた俺が悪いんじゃね。ノーボールヒッター落ちだしな。投げました。外角高め際どい球ボール投げた。でも低めが好きなんでしょう。投げた。ほらね。これはいい当たり。掴んでこれで3アウトになります。バッター有利のカウントでも自分の好きなところだったら打つのは、プレイヤーもコンピューターも一緒。よし行け。内野安打だ。守備力ってやっぱいいあれば十分なんだな。内野だと特に。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。キャッチャーは高くないとダメかもしれないけど。一塁送球アウト。あれあのデブってキャッチャーのあのデブってどうだったっけ。はい、インコース。うわデブマジかよ。4回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは友沢。
パワーヒッタープラスアベレージヒッター持ちっていうのがマジでキモい。友沢くんはでなんだっけ、守備職人とか思ってるんだっけ。キモすぎて泣きそうになるわ。まあ勝つのは俺なんですけどね。フルカウントでも打たれなきゃいいんだよ。てかさ、あの非力な方の山田がさ、すげえ打ちやすいんだよね。マジこれは割と冗談抜きで、まあそれはしょうがねえ。ゴミみたいなポテンヒットをありがとう。ならしね。これが2度目のバッターボックス。タッチセーフ。投げた。ストライク。いきなり160キロ。オッケー。打った。1、2塁間のゴロ。はい、山田。1塁送球。アウト。山田ってファーストボールな。お前これ毎回ミス入んの？今日2度目のバッターボックス。はい、可愛くない。六蔵親方早く帰ってどうぞ。相撲取りみたいな体型しやがってデブが。投げた、打ちました、セカンド右。OK。一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。千賀、スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは。相撲取りみたいな体型してるのは現役時代の箱丸くんもそうなんですけどね。現役というか日ハム時代の箱丸くんもそうなんですけど。まずは一塁牽制、一塁タッチ。やだなこの旧一番コンビ。第9、一塁ランナー走った。はい、アホの子。走るに決まってんじゃん、お前ストレート投げねえんだから。第2球投げた、打ちました、ファール。第3球を投げました、打った。落ちねえかな、だよね。マジスライディングキャッチやめてほしい。リプレイを右バッターボックスは2番中田。これが3度目のしてもいいけど怪我しろ。代わりに初球打ち、ライトへの打球。はいはい、落とすよ。はい、記録はライトのエラー。ライトのエラーです。アホ。スワローズ追いつきました。ライトフライがツーベースヒットになった。先ほどタイムリーを放っている山田。ネクストバッターサークルに控えているのは村上。初球。あ、もう中田さん走れ。はい、これスリーベースヒットや。ボールが転がる。サクラブブーキ。危ね。人がせっかくサライ歌ってたのにギリギリなのやめなさいよ。先ほどツーランホームランを放っている村上。第9。はい、これは大体日野が悪い。これ日野が悪いとしか言いようがない。第9投げました。大谷で終わりにしてやるから。見送りました。第2球投げました。インローへ変化球外れてボール。第3球を投げました。ボール。さあ4球目。危な。お前大谷に当てたら切れるぞ。次は5球目投げました。ピオリすぎじゃない？続き。第9投げた。初球ストライク。これはあれだわ。見送りました。これだわ。第2球大谷スタート。外れた。キャッチャーが盗塁成功。大谷今シーズン世界の大谷翔平を舐めるな。投げた。これはバットの根元。あっと左中間。どうだ、左中間へのヒット。バットの根元だからこそガルシアが取れないんじゃないか。ははははは。君たちは野球が下手だな。やべえ、監督が出てきた。敗戦処理だっけあなた。まあ敗戦処理みたいなもんですね。監督が出てきた。はい。はい。では、バッターは8番、辰巳。監督弱いんだもんだって。根本的な問題がさ、変化球がゴミなのよ。野手能力高い代わりに。ここで打者一巡したバッターは源田。オッケー。神のようなヒット。源田ナイスバッティングです。芸術的な流し打ち。今シーズン9度目の猛打賞となります。ホームラン狙っちゃおうかな、打ちやすいし。レッド相手だったら野間でもホームラン打てるんじゃね。第3球をありえる。いや、ありえない。やべよう。おとなしく併殺持ちの中田に回そう。あ、やべ。低めボール球打った。内野ゴロ。あ、でもこれ、あ、オッケーオッケー。結果的にはオッケー。偵察発動しないから。中田さんで打てるときと打てないときの差は何なんだろうと僕が自分で不思議に思う。センターフライ大好きやな俺。
これで3アウト。センターフライ、ライトフライ、ホームランしかないんだけど。マリーンズ、この回1番からの高打順になります。右バッターボックスはトップバッターのガルシア、初球ストライク、第2球ストライク、変化球にキレがあります、はい、じゃあこれで三振ね。投げました、あおー、打ちました、いい当たり、宇宙間へのフライですが取れ、落ちました、ヒット。野間が取れないなら日本の外野手は誰も取れない。ガルシア、いいバッティングを見せました。バッターは2番コスター、今日はレフトフライと打ちました。レフトフライ、レフト前に出る、レフト取りました。実況が予言してくれたわ、あいつレフトフライだよって。ありがとう。59キロ投げました、完全に外れたボール、投げました、取れ、オッケー。お前らにアタックポイントなんかくれてやるわけないだろう、怖いから。1球目ストレート空振り、いきなり159キロ。第3球、こいつらにあれよな、アタックポイント取られようものなら今日の試合このまま負けるから。あ、負けたわ、終わり終わり、終わ終わり、敗戦処理の藤浪くんでも出しとけ。うるせえ、黙れ。見送ってストライク、投げた、ストレートはボール、投げた、強い当たり、さらに気持ちいいホームランだね。入った入った、ホームラン。リプレイ、バッターは6番友澤、投げた、初球見送ってストライク、いきなり160キロ、投げた。友澤の打つオーラがやばいんだよな。投げました、空振り、追い込んでいます。投げました、結局セットポジションでランナーいない方が千賀くんは投げやすいから、投げました、つまり俺の勝ちだな。ははは。さあ中継ぎエースの藤浪くんでも呼んできたまえ。5回まで投げれば十分だから、そっから試合がぶち壊れようが何しようが千賀くんの知ったこっちゃないから、早くマウンド降りて。今日はツーランホームラン2本を打っています。あ、初球を打った、打ち損じた、レフト取りました、これで2アウト、ランナーありません。これさ、DH の大谷、重い球ってさ、球小さくなるのかな、どうなんだろう。おお、同じところに3本打って1本やっと入った。先、右バッターボックスは鈴木、通算200号本塁打まであと8本としています。はい、今日はここまで3打席から打って、センターフライが美味しすぎる。取ってアウト、スリーアウトチェンジ。6回の表が勝利の赤い男がマウンドに上がったからな。こっちは敗戦投手マウンドに上げないと絶不調なんすけど。だからお前一発とかつくんだよ。今シーズン7敗の男だからね。0勝7敗の男だから、ね、これでワンアウト、ランナーは誰だよマジで。右バッターボックスは8番蛇島、今日3打席目、第2球投げた、2球目ストライク、これで追い込みました、はい、ストレートはボール、アウトコース低め、あやべ、嫉妬こいた。伸びた、伸びていった、やっぱ目が良かろうと悪かろうと嫉妬を投げるときは投げちまうんよ。投げた、打ちました、初球打ち、センター前進、おうまい、ファインプレイ、ナイススライディングキャッチ。ランナーありません。では改めて打順は1番に帰って、ガルシアにお返ししたな。ちょっと藤浪、一発一発、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、一発持っててもこんな露骨に真ん中行くことないんだけどね。投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第5球投げた、ボール、あ投げた、おすげえ、一発発動して全部真ん中行ってる、すげえな。左バッターボックスは3番、こんなことってあるんだ。はい、変わる変わる。第9、危ない球、これ以上敵に遊ばれるわけにいかねえから変われ。もう第3球を投げました、ストレート決まってストライク。てかさ、滝本よりさ、部の方が打撃能力は高くなかったっけ。どうで滝本4番なんだろうな。ね、なんか4番丸でも持ってんの、まああれか、特殊能力の問題かな。でも俺だったらこのデブを4番に置くわ。4番に置いてさらにキャッチャーにするわ。投げました、内側いっぱい、てか俺がパーフェクトやるとき大体あいつキャッチャーだわ。打ちました、山田ボールを掴んだ、しょうがないんだよ。アウト、スリーアウトチェンジ。中盤まで終了しまして、
ゲームはこれから終盤に入ります。マサラ先発全員安打ですか。情けないですね、君たち。ね、もう7回ですよ。第2球投げました。今更先発全員安打とか、打撃力低すぎて笑っちゃうわ。投げました。あ、でもうちまだ中田さんがヒット打ってない気がする。追い込んで確か。投げた。打ってたっけ？覚えてないな。第5球。ライトのエラーくらいしか覚えてないな。別にさ、ミート打ちでさ、右方向に流し打てばいいだけじゃね？右方向を流し打てば俺らの勝ちだよな、実質。はい、バカ。おいおい、世界の盗塁王に何フォアボールなんか出してんだよ。ピンチヒッターは吉田。やべ、あぶね、今走ろうとしてた。バリバリに走ろうとしてた。ウエスト。そんなに走ってほしいの？どうしようかな。どんだけだよ。もう一球牽制行くよ、多分。ほら。一塁牽制、タッチ。ビビりすぎててくさ。まあ走るんですけどね。デブこの野郎。あのカープ坊やダメだわ。投げた。アウトサイド直球はボール。盗塁が下手くそすぎて野球できひんか、ああいうこと言うんやろうな。入れば勝ち越しだ。入んかな。いや、入んねえよな。これでツーアウト。当たり的にはホームランっぽい当たりではあったけど、ここの球場が広すぎて入らん。投げました。うちの球場なら入っとったわ。神宮でも入っとったわ。投げました。打ちました。やっぱ神宮球場ってクソなんじゃねえかな。はい、ライトエラー。しかも一番エラーしちゃいけない方向にエラーしたな。はい、ラッドフライがスリーベースヒット。第9投げました。外れた。お前らさ、おままごとみたいな野球やってんな。投げました。アウトコース高め。いつの時代の巨人だよ。投げた。打った。はい、穴抜けた。スワローズここで勝ち越し。肩も弱い、守備もできない、ボールは落とす。情けない野郎だよ。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。あ、ちなみにやっぱ中田さんだけですね、ヒット打ってない。第9投げた。会心な。はい、打てません。これで3アウトになります。吉田をどっちにしよっかな。西川でも秋山でもどっちでもいいんだよな。たまには西川出すか。はい、さあここ7回の裏、マリーンズラッキーセブン。どうせ打たれるときはホームランだから、何打たれても一緒でしょ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。どうしようか、次の回まで行ってもう一回村上に打席回ってからサード変えたいんだよな。セカンドから一塁送球。次の回でもう一回守備固めだ。いい当たりでしたが、に終わっています。これでツーアウト、ランナーありません。投げた。ストライク。目玉と厳しいところでした。いきなり154キロ打ちました。はい、ショートがファーストに投げて、アウト。ちょっともたついて怪しかったね今。レッド降板。おお、来たぜ。今日3人目のピッチャーとして登板です。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。スワローズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは山田。今日はここまで4打数2安打。うー、打てねー。いつ見ても打てる気のしねーボール。ボール球出し。第3球を投げた。見送ってボール。もう一球ギャラクシーゼロ来るから多分。投げました。はあ、入ってねえだろ。次そこのコース取ったら殺すからな。投げました。見送ってストライク。ピッタシ。さあ次の投球。あとは必要なのは振る勇気だけだった。これが形になりました。あれ、ギャラクシーゼロ全然投げてこねえ。やった、ちょろすぎ。投げてこないって分かってるんだったら別にそれ以外を打てばいいから。外れたボール。ギャラクシーゼロが一番怖いから。ほらね、148キロ直球、空振り三振、2者連続三振。第9球初球を打った。友澤下がっていった。嫌な展開になってきましたよ。ってかまたレフト変えられてる、かわいそう。あっちの監督はレフトに何の恨みがあんの。レフトってさ、あいつだよね、レイブの息子だよね。もしかして監督は息子とレイブがってか、あの息子とあれが同じキャラっていうことを知らん。てか、そういえば菊池まだ2軍だ。
やべやべ、コントローラーの接続切れた。これま定期的にあるから何も言わないけど、ダメなんですよ、プレステ5のコントローラーをプレステ4で使っちゃう。いい加減プレステ5を買いなさい。はい、オッケー。さあここは守備を変え、第9投げた、ストライク、いきなり154キロ、スプリット見送ってストライク、これで追い込みました。もう投げた、オッケー、打った、痛烈な当たり、いいね、ダイレクトでボールを使って、いいカットボールの打ち損じ。代打は岸田、第9てか相手が高校っていうのが一番やだ。入れば同点だ。ほっ、鈴木くん今取れたよね。岸田ツーベース、スワローズ同点のピンチを迎えます。今日2本のホームランを放っているガルシア、ジャストミート、危なレフトバックホーム、よかった3本目食らわなくて。ガルシア、いいバッティング。スワローズここで前進守備をします。第2球投げた、もう第3球、うわー終わった、負けました。情けねえ男栗林、今日はホームランを打っています。マジかよ。1球目ストライクから投げた、見送ってボール、投げました、どこに投げ投げても打たれるんだから打たれるよね。そらね、てか鈴木が悪いわ。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH の滝本、今日はここまで4打数1安打。そういえば清原ってどこ行ったん。いや1軍いないのかな。あ、いるわ清本。俺今清原っつったよな。ダメだあのシャブチューと同じにしちゃ。投げました、打ちました、初球。だから甲子園で息子を応援する温かい姿を目撃されたらしいけど。さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは鈴木。今日はここまで4打数2安打。見送ってボール。バッティングセンターかな。カイザーライジングのせいでバッティングセンターじゃねえからな。投げました。あ、今のは俺が下手。センター方向へ、ちょっとライト方向狙おうよ、ミート打ちして。これでワンアウト、ランナーはありません。そうすりゃクソでも勝てるよ。ユウスケ、第9投げました。やべ、レフト方向打っちゃった。まあいいや、クリーンヒットです。打球が転がっている。中継、バッターランナー二塁でストップ。ユウスケツーベースヒット。どうかな、出場の西川、今日初めてのバッターボックス。危ない球、もうライト狙うしかなくない。俺らが勝つ方向って。投げた、やっぱ打ちました。バットの先、ピッチャーのクソみたいな切れ方したんだけど。取りました。ここは意地を見せてほしい。ランナー一人を置いて迎えるバッターは源田。ここまで3安打2塁タッチセーフ。第9、あとお前いい加減帽子をちゃんとかぶれ。キレのある変化球、いやキレありすぎ。初球ストライクから。てか俺何を勘違いしてたのか知らないけど、こいつタイピンチ B とか持ってんのが。追い込んでから、そりゃ曲がるよカーブも。第4球を投げた、インハイ際どい球、ボール。第5球投げた、やっぱ探し打ち、どうだ、掴みました。ゴミみたいなとこ手だったわ今。スワローズ惜しくも、ゴミみたいなとこ手出しました僕。はい、自覚ありです死ね。いやそのさ、調子いいやつがさ適当にキャッチャーやるのやめようぜ。キャッチャーじゃねえ、抑えやるのやめようぜ。頭悪いから、理にかなってて頭悪いからやめようぜ。ムカつくから9回だけプレイしよう。今日吉政が出る日だもんな。大谷くんじゃないもんな。はあ、勝てる気しねー。ね、もう腹立つから9回までスキップしてやる。ふざけんなよ。わざわざ人が夜更かししてまで撮ってるこの動画を人のお通夜動画にするんじゃない。怒るぞ。やめろって。やめろって。終わった。イカリ守る。さあいよいよ最終回。トップバッターは秋山。第9。でもまだ普通に野球してるあたり優しいなって思う俺がいる。バッターは2番中田、ここまで2打席連続三振。投げた、初球。まだだって野球してるもん、4対1とか。第2球投げました。いやそのナックル対応してくれよ。ナックル打つから。お前のボールで打てないのはカットボールだけだから。
あ、はい、落とせよ落とせよあの人。はい、バカー。はい、ツーベースヒット。バッターは3番山田。これが5度目のバッターボックス。投げました。初球打ち。ああ、ダメなんだよ山田君。せめてセカンドファーストの頭の上は越えないと。ライト方向を狙うのは間違ってないんだけどね。投げました。カットボールはボール。同泳で打てないのはマジでカットボールだっけ。変化量7のカットボールとか打てる気しない。それプラスこのストレートあるからね、そりゃ打てるわけないのよ。スワローズ点差を2点に縮めました。では改めてバッターは指名打者吉田でいった。第9投げた。あ、終わった。初球打った。センター前進。はい、ゲームセット取りました。ゲームセット。ところどころ千葉ロッテの帽子かぶってないやついるんだよな、相手のチーム。ダメじゃない？ロッテのオーナーに怒られろよ。闇の強すぎクソワロタ。ワロタ。ヤクルト5連敗中ですって。大丈夫です。これから6連敗するんで。バカを言うでね、勝つ方法があるなら教えてくれよ、俺に。どうやったら勝てんだよ。それはオールエースの選手9体入れれば勝てると思うけど、そういう問題じゃないんだよな。違う違う、なんだっけ。何しようとしたか忘れちったよ。試合設定のさ、なんだっけ、これをさ、すげえ今更だけど能力にしとこうかなと思って。能力演出とかは別にどうでもいいんだけど、まあなんかその成績とか見てもさ、しょうもないからさ。お、ミマじゃん、勝ったな。相手ピッチャーがノリノリ状態の船越とかいう絶望感さえなければ勝ったな。相手がエースならこっちもエースでいけばいいんだよ。レイブンドームです。マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。7勝1敗 1.72。 あいつがいっぱいする球団ってどこ。阪神か。てか阪神しかないか。キリルの守備がうますぎるっぴ。第9。いや、あの打てる気しないんですけど、あのこれでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番山田。第9。はい。初球を打ちました。はいはいはい、スリーベースいける、スリーベース。は？何取ってんだよ。ルール違反だろ。今日は無難な立ち上がりです。右の1回の裏、これからマリーンズの。うわあ、きったねロッテ、そういうことするんだ。元ロッテの選手相手に。きったね。ボール第2球。投げた。打った当たりだ。ケイ。源田ボールを取る。ショートから一塁送球。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番日野。投げた、見送ってストライク。投げました、2球目ストライク。やっぱ野間さんってあれだわ、強いわ。第4球は野間さんじゃねえ、美馬さん。外れてボール。投げました。野間って誰だっけ。あ、センターだわ。第9。存在を忘れる一番打者ね。ぶっちゃけさ、1番のまあ2番源田、3番村上か大谷で、4番村上か大谷で、5番鈴木誠也、まあ、6、7、8は適当として、9番中田翔の方がいいと思うんだよね。あいつ打てねえし、ファーストは持ってて打てねえとか一生ネタにされるからな。はい、入りません。野間は取るじゃん。鈴木取らねえのに野間は取るじゃん。やっぱ鈴木誠也ってクソだわ。先頭バッターは村上。はい、ツーシーム。はぁ、あの球速のさ、ツーシームとストレートどうやって見分けろっつう。頭悪いんじゃねえ。誰だよあの投手作ったやつ。バカだろ。てか少なからず性格が悪いだろ。投球はこれから3球目。危ない。アウトコース低め。
直球は外れてもびっくりするくらい危ない。いや無理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 、あのジャイロとツーシームの見分けをどうすればいいの、不可能だろう。これで2アウトランナーありません。右バッターボクサー6番鈴木、通算200号本塁打まであと8本としています。やばい、ツーシームスプリットとかいうストレートに似たボールやめてほしい。マリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは友澤、投げました。ワンチャンあれだな、もう追い込んでいます。このまま負けるやつだな、 1-0 とかで。打ちました、いい当たり、ボールはライナーでライトへ掴みました。まあ美馬さんの出来次第だけど、ランナーはありません。バッターは7番、初戦負けたのは大体藤浪のせい。まずは決めてきました、投げました。おとなしく最初から栗林を出せばよかったものを、エンターテイナー藤浪幸太郎を絶不調で出すから。あいつそろそろ防御率11点台いくんじゃねえかな。アウトよりホームラン打たれてる数の方が多いもんな。おいファースト、今のはしょうがない。いやでもエラーが記録されたってことはファーストが悪い。おお綺麗な犠牲フライ、アランなら余裕で帰れるわ。マリンズ1点入りました。蛇島さんでも多分余裕で帰るわ。先ほどホームランを放ったガルシア、外角高めボール、投げた、打った、引っ張った。タイミングずれてんだけどな。第3球危な、危ない球、ごめんごめん。打ちました、センター落下点に入りました。うちのルールじゃ当てていいっていうあれがあるからさ、ホームラン打たれた後は。2回の裏が終わりました。ホームランじゃねえけど犠牲フライだよ。2点を追いかけます、スワローズの攻撃。先頭バッターはユウスケ、年溢れてんな。第2球投げました、やべえ夏以上に打てる気がしねえ。第3球を投げました、いやマジかよ、全然バットが芯を食わねえ。これでワンアウト、ランナーはありません。もうロックオンつけても許されんじゃねえかな、船越相手だったら。投げました、いやボールがなんか思ったほど曲がってねえんだよな。投げました、打ちました、友澤掴んだ一塁送球、ヒレかな。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番源田、第9投げました、打ちました。これは俺が悪い、取ってこれで3アウトチェンジ。これ多分マジで完封負けするぞ。2番からの高打順、トップバッターはフォスター。なんかまぐれあたりの一発もない気がする。左中間へのフライですが、え自分で全部操作して完封負け、やばくない？左バッターボックスは3番日野、歴史に残るおめえじゃない。日野はどうでもいいや、アウト。あいつマジで打たねえな、ランナーありません。なんなんあの赤髪。バッターは指名打者滝本、投げたストライク、初球空振りから第2球。滝本もそうだけどさ、結局ガルシアに打たれてるイメージしかないんだよね俺には。これから中盤4回に入ります。先頭バッターは野間、最初のバッターボックスはサードライナーに倒れて流し打ち、フラフラッと上がった。いやこれでワンアウト、ランナーはありません。あれ完全試合が見えてきたか。中田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。いや完全試合はもうないのか、ノーヒットノーランか。ライト前進、日野のせいで。これで2アウトランナーありません。日野がエラーしなかったら3番山田、完全試合で済んでたかもしれないけど、投げた、打った、えそう考えたらなんか完封負けすんの腹立ってきたよ。投げた、もう引っ張るわけねえだろ、ライトに穴がいんのに。投げた、あっと引っ掛けた、あおー、ボールを掴んだ、一塁送球、肩強すぎて草。チェンジ、先ほどのプレイ4回の裏、これからマリーンズの攻撃に入る。普通のピッチャーならセーフで草。第1打席はセンターフライに倒れています。サクスペに作ったキャラってさ、球速とさ肩のパラメーターがさ同能力だからさ、球速速いイコール肩が強いだからさ、多分あいつ肩 S だよ、守備低い代わりに。これはしょうがない。センター前ヒット、クリーンヒットです。友澤ナイスバッティングです。バッターは7番アラン、これが2度目のバッターボックス、投げました、投球ボール、キャッチャーに。おお、いい方、盗塁を許します。友澤今シー第3球を投げました、ストライク、追い込んでいます。投げました、ケイ、内角低めいっぱいに決まった。アランも言うほど打たねえよ。投げました、ボール、第2球、
8番バッター、まあ、7番バッターだからそんな打たなくてもいいのか。でもライトに、ライトじゃない、レフトに無理に置くようなキャラでもないんだよな。一応打撃に期待してのスタメン起用なんだろうけど、よくわからないよな。これどうやったら勝てるかな。よし決めた。ストレートだけ狙います。そして黙ります。投げました。もう第3球を投げました。レフト方向へ持っていきましたが、あら掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の吉田。第1打席はレフトフライに倒れています。投げました。それストレートじゃない。1球目ファールから投げました。これ打ちました。いい当たり、レフトへ上がった。レフトバックしていった。抜いた。吉田一気に二塁へ。吉田ツーベースヒットを放ちました。スワローズようやく初ヒットが生まれました。うるせえな、黙れよ。初球打った、左中間へ持っていきましたが取りました。あ、やべ。吉田打球を確認して三塁へ。はい、忘れてました。吉田は足が遅いんでした。この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッター初球から打ってった。レフト線ぐるっと打球が上がってきました。まあ、まぐれあたりのヒットもヒットよ。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番フォスター。今日はショートゴロとセンターフライ。投げた。インコース引っ張った。切れろ。スタンドに入りました。ファール。第3球を投げた。オッケー。しました。三遊間の当たり。俺の勝ち。バッターは3番日野。今日はサードライナーとサードゴロ。打った。強い当たり。打球はそのまま伸びていく。センター見送った。リプレイ。バッターは指名打者滝本。いやーマジさ、阪神タイガースとかいう船越に勝った化け物やばくない？取れよ。横っ飛びして怪我してもいいから飛べよ。よし、もうやめだやめ、もう寝ようぜ。あ、マジで完封負けした。見事な完封勝利。スワロー僕から何か言うことがあるとすれば、船越とかいうチーター野郎が悪いです。はい、以上、おやすみ。寝るよ。朝7時に起きてね、ゲームやっていい時間じゃないんで今は、アホが。まあ明日また7時起きだろうが。寝ろ。マジでさ、頭悪いよな。はい、また次回お会いしましょう。もうやめていいか、このペナント。失踪しようぜ。いい加減。はい、バイバイ。